サックス奏者の孫岩木亮と申します。東京中心に演奏活動をしております。今日はですね、サックス奏者の方にぜひ見ていただきたいんですけれども、アルトサックスとソプラノテナーサックスの楽譜の読み替え方法について解説をしていきたいと思います。イエーイ。はい、これはですね、コメントで結構リクエストをいただいてたんですけれども、ピアノ譜をアルトで読み替える方法、そしてピアノ譜をテナーで読み替える方法っていうのはもう出しました。で、それらはもう皆さんできるようになったかなと思うんですけれども、まあ、あと一つですね、それぞれの楽器間での読み替えというのをですね、結構やってほしいとお声をいただきましたので、満を持して動画にしてみたいなと思います。まあ、どういう時にこれが必要になるかっていうと、例えばソプラノパートがあるけどソプラノがないからアルトで吹くとか、まあ、テナーパートあるけどアルトで吹くとか、まあ、逆もそうですよね。アルトパートなんだけどソプラノで吹きたいなって時とかに、まあ、この楽譜どうやって移調したらいいんだろうかっていうので皆さん悩まれるかなと思います。で、正直僕は全然得意じゃないです。なので、最適解かどうかごめんなさい、自信はないんですけど、まあ、僕がやってる方法をですねご紹介したいなと思いますので、まあ、それ見てなんか参考になる方いらっしゃったらいいなと思います。で、もっと良い方法があるんだったら、ぜひコメント欄でシェアしていただけると、これを見に来た方が、まあ、それを読んでまたさらに勉強になったらいいなと思いますので、皆さんぜひどしどしご意見いただければなと思います。というわけでついに解説します。結構難しいんじゃないかなと思いますので、ただでもそうですね、興味ない人もぜひ見ていただけると嬉しいので、ぜひ最後までご覧ください。というわけで行ってみましょう。はい、では早速解説をしていきたいんですけれども、まずはですね、音程差についてご紹介をしていきたいなと思います。これ音程っていうのはですね、別の動画でちょっと出しておりますので、ぜひそちらで予習をしていただけると助かります。まあ、1度とか2度とか音の距離をですね、まあ、音程という言い表し方によって表現するんですけれども、このソプラノサックス、テナーサックス、いわゆる米管と呼ばれる楽器と、アルトサックス、バリトンサックス、エース管と呼ばれる楽器ですね。この、音程差、これはどれぐらいあるのかっていうとですね、アルトのドはミのフラットがなりますね。で、ソプラノテナーのドはシのフラットがなります。ということで、ミフラットとシフラット、これがですね、まあ楽譜で見るとこんな感じですね。で、完全5度距離があると言えます。で、これはどちらを基準にするかによって変わるんですけれども、まあ、今これミフラット下で考えてるんで、ミとシで5度になるんですけれども、例えばシが下でミが上だとすると、まあ4度ですね。この完全5度と4度っていうのは、まあ、展開音程という関係になりますので、まあ、裏表の関係ですね。ちょっと完全音程に関しての動画は確か出してないので、まあ、近々出したいなと思うんですけれども、まあ、とにかく5度差があるよというのを、それをまず覚えてください。そしてですね、まあ、これは音の差なんですけれども、じゃあ調合はどう変化するのかなっていうところなんですけれども、アルトサックス、この S 管の楽器はですね、基本的にフラット3つついてますね。なので、まあ、移調した先でもですね、フラット3つっていうのをつけないといけないんですけれども、同じくソプラノテナーサックスっていうのはフラット2つですね。なので、まあ、フラット1個分、つまりシャープ1個分ですね、これだけ差があるよということになります。でソプラノの譜面をアルトで吹く場合はフラットが1個減りますよね。なのでシャープを1個つけるという感じでございます。で逆にアルトの譜面をソプラノで吹こうと思うと、フラットを1個つけないといけないんですね。これをぜひ覚えて帰ってくださいということで、まあ、ここから順番に解説をしていきます。まずは皆さんが多分よく使うであろうソプラノの譜面をアルトで吹くという、これをまずやっていきたいなと思います。まあ、理屈としてはさっきも説明したんですけれども、ソプラノサックスのドっていうのはシのフラットがなります。で同じくアルトサックスでシのフラット、これを吹こうと思うとソを出す必要があるんですね。これはまあ先ほども申し上げたように完全5度の差があると言えます。でソプラノサックスでドを吹くということはアルトサックスで5度上の音を吹くと同じ音が出ますね。真ん中のドに対してアルトサックスは五線の一番上ですね、このソを吹くと、まあ、全く同じ音域が出ますよということになります。で逆にこれだとすごく音域が上がってしまうようでしたら、まあ、4度下げるっていう感じですね。なのでソプラノのドに対してアルトの下の層、まあ、真ん中の層ですかね、
これを出していただくと、まあ、1オクターブ下の音が出ますよ、まあ、そういうことになります。これがまあ単純な音の差ですね。ここに調合を足していきます。先ほど申し上げたようにソプラノ譜をアルトで吹こうと思ったらシャープを1個つける必要がありますので、ソプラノで波長調でドを吹きたいなと思ったらアルトで吹く場合は途長調でソを吹くと、それで一致するって感じですね。ドレミファソでちょっと考えてみましょうか。ソプラノサックスでドレミファソと書いてあります。この楽譜をまあアルトで吹きたいなと思ったとします。じゃあどうしようかってなった時に、これをですね単純に5度上に上げます。なのでドレミファソとソからスタートして、元の楽譜はドレミファソと上がってますので、それと同じように平行で上に上げてあげるとソラシドレになりますね。でここにシャープを1個追加すると、これで同じ音が出るという仕組みでございます。いかがでしょうか。まあ、ちょっと難しいですよね。でまあ簡単な見方とは言えないんですけれども、五線のですね線を利用すると多少は分かりやすくなるかなと思います。例えばソプラノサックスで一番下のドと書いてあるとします。でこれをアルトで吹く場合、まあ、5度上げるんですけれども、5度上げるってどういうことかっていうと線2本分上に上げるってことですね。一番下のドがまあここの五線だとすると1個上がるとミですよね。もう1個上がるとソになると、こんな感じで平行移動してあげると分かりやすいかなと思います。これをじゃあちょっと違う調で考えてみたいと思います。ソプラノサックスの楽譜でこのような感じでファソラシドと書いてあるとします。これはソプラノサックスの F ドアですね。フラット1個ついてます。これをじゃあアルトで吹きたいなと思った時どうするかっていうと、先ほどのですね5度上げをやってあげます。ファから5度上げるっていうことは、まあ、普通に数えたらファソラシドですね。ドからスタートしてあげればいいんですけれども、線2本分上に上がるというのを応用してあげるとですね、ファはまあ線と線の間、間に入ってますよね。この間も2個分上げてあげるとちょうどドになる。そこからドレミファソと音を5個並べます。そうした上でシャープを1個つけます。ということはフラットが消えるということになるので、ソプラノではヘ長調でしたけれども、アルトで吹くときはハ長調になるという感じですね。これがですね単純に5度上げた場合は同じ音域、ソプラノで吹いた場合と同じ音域になりますけれども、オクターブ下げるとその分アルトは下に音が出るよという、まあ、こんな感じになっております。非常に難しいと思いますなので、ちょっと例題で練習してみたいなと思います。ソプラノサックスの譜面ということで楽譜を出しますので、アルトで吹きたいと思った時どのように音を変えるのかっていうのをぜひ考えてみてください。5度上げてシャープを1個増やすと、これだけです。やってみましょう。ほい。はい、いかがでしたでしょうか。なかなか難しかったと思うんですけれども、次行きましょうか。今度逆パターンですね。アルトの譜面をソプラノテナーで読みますと、これはまあそんなにあるシチュエーションなのかちょっと分かんないですけれども、まあ、例えばカルテットで曲をやりたいなっていう時に、アルトアルトテナー張りみたいな編成の時に一番上をソプラノにしたいなっていう時もあるかもしれません。もしくはテナーにしたいなとか、そういった時にぜひご活用いただければと思います。これもちょっと仕組みを簡単にお話しすると、例えばアルトサックスの譜面でドと書いてあります。これをソプラノテナーで吹きたいなと思ったらファを出せば同じ音が出ます。この場合今何が起きてるかっていうと5度下げてるんですね。さっきソプラノの譜面をアルトで吹く場合は5度上げると言いました。今度はアルトの譜面をソプラノで吹きたいという時は5度下げればいいんですね。5度下げてあげるとソプラノで吹いた場合は同じ音域になりますね。で逆に、4度上げる、そうすると、まあ、オクターブ上になるという感じですね。なので、まあ、どっちに行くかっていうのはちょっと音域を見て吹ける範囲なのかっていうのを判断していただきたいんですけれども、まあ、5-5 で覚えちゃった方が多分楽かなと思いますので、今回は5度下げるということで解説をしていきたいなと思います。で先ほどはソプラノ譜をアルトで吹くっていう時はシャープ1個足しましたけども、今度はフラットを1個足します。実際に楽譜で見てみましょう。アルトサックスの楽譜でドレミファソと書いてあるとします。これ波長調ですね。これをまあソプラノテナーで吹きたいと思ったらどうするか。そうするとまず5度下げます。5
5度下げるっていうことはドから数えてドシラソファファからスタートすればいいですね。でさっきのあの線間を利用するっていう考え方はもちろんここで使えます。ドからですね間2個分ポンポンと下がってあげるとファになりますよね。そこからファソラシドと音を5個並べた上でフラットを1個足すと、つまりアルトサックスは波長調でドレミファソでしたけれどもソプラノテナーで吹こうと思ったらヘ長調でファソラシドと吹けばいいと、まあ、こういった具合でございます。どうでしょうか、まあ、さっきのやつの、まあ、ちょっと鏡バージョンって感じですよね。逆パターンになるので、まあ、ここがちょっとどっちかなって混乱しちゃうと思うんですけど、まあ、そんな感じですね、まあ、これはで僕もちょっと未だに悩みますし、あのリアルタイムでですね吹きながら胃腸するっていうのは超むずいです。あの声符を見ながらアルトで吹くとかテナーで吹くっていうのは訓練したんですけど、あの胃腸譜を見てさらに胃腸していくっていうのはあのジャズとかでもあんまりいらない能力だったりするんでちょっとできないんですけど、まあ、これはちょっと僕もちょっと今後やっていきたいなと思ってはいます。ちょっと例題1個言ってみましょうか。これ少し難しめです。こちらです。アルトサックスの楽譜でラシドレミと書いてありました。これアードゥアですね。アルトサックスのアードゥア、シャープが3つついております。これをソプラノテナーで吹くときどうしたらいいかなっていうところなんですけれども、これも手順は一緒ですね。まず5度下げます。ラから数えて5度したってことはレですよね。なんでレミファソラと。でシャープ3つついてますけれども、ここにフラットを1個足しますっていうことはシャープが1個消えるのでシャープ2個、つまり二長調ですね。二長調のレミファソラと吹いてあげるとこれがアルトで吹いたラシドレミと同じになるというそういう仕組みでございます、まあ、どうでしょうか。例題といてあげるとちょっと分かりやすいですかね。じゃあこちらもですねちょっと練習問題ご用意しましたのでアルト譜面を出します。なのでこれをソプラノかテナーで吹きたいなと思った時にどういった調合のどういった音になるのかっていうのをぜひやってみてください。まあ、これ激ムズですね。ちょっとさっきのとあの混乱しないように5度下げます。フラットをつけます。やってみましょう。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今日はですね、アルトとソプラノテナーのそれぞれの読み替えというのをやってみました。まあ、非常に難しいですね。まあ、しかも実践的なのかどうなのかっていうのはごめんなさいちょっとわからないです。ただ僕的にはこの5度上げる5度下げるっていうのはまあわかりやすいかなとは思ってます。ただ実際のところ例えば音域でこれ以上上がれないっていう時とかはもうそのオクターブ下げなきゃいけないので5度上げてオクターブ下げるか4度下げるか、まあ、どっちが楽かって考えると非常に微妙なところですね。まあ、これでも慣れなんじゃないかなと思います。もう読み替えて読むことに慣れてくれば多分考えなくて済むとは思うので、まあ、こういった機会が頻繁にあるよって方はちょっと訓練してもいいかなと思います。たまにしかないよって方は別にあの忘れちゃっていいと思うんで、あの楽譜に書くときに僕の動画ちょっと見ていただいて5度上げるんだっけ下げるんだっけどっちだっけっていうのをですね思い出していただけると非常に簡単にあの胃腸譜作れるかなと思いますので、まあ今時はパソコンでもすぐできますからね。ただやっぱりあのその場で楽譜見ながらパッと読めるとかっこいいですよね。あの皆さんぜひトライしてみてください。というわけで今後もですねこういった動画撮っていきたいなと思いますので、リクエストありましたらコメント欄で教えてください。 Twitter やブログもやっておりますので概要欄から遊びに来てください。というわけで今日の動画はここまでになります。もしよかったと思っていただけましたら高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。Let's fly down south to Austin or to Ecuador just to drink